婦女級、青葉街道の殺人一、青葉若葉となって舞をほととぎすが大空で血を吐きながら叫んでいたこういうある夜の若葉影それは都を離れる五里ほどの小村のはずれに 古い時代の大名行列の幻が今も出るという並木道。二、十八歳ほどの口の利けぬ娘が、毎夜夜更けて、右手に提灯を下げて歩いていた。口の利けぬ娘は、青葉影の凄惨な暗闇に、提灯の明かりを頼りに、何か求めて歩いているのである。彼女の姿の美しさに、 運送引きが声をかけたこともあったが、その声に驚いて、地上から目を男に向けて口を開く娘の不自由であるのが知れて、男は馬の口を取って逃げていった。娘が美しいので、一層運送引きはすごくなったと村に入って居酒屋で話していた。ある夜は、都の金立ちが、 漬いいけの姫御前を乗せての自動車のドライブ帰りにブレーキをかけて娘に話しかけたこともあった口の利けぬ娘は物珍しげに自動車のヘッドライトの前に立って強い光をまぶしげに見つめて口を開いたその口からは特有の乱調子の言葉が漏れた金立も姫もぞっとしてフルスピードで逃げ去ってしまった 口の利けぬ娘は黙々として自動車の走り去った街場にまた提灯を頼りに物を求めていた一体何を探してるんだ村はずれの居酒屋にどぶろくを飲んでいる鉄道工夫が女将さんに尋ねた何を探しているんだか誰も知らないねもう10日にもなるじゃないかあの娘が出るようになって。 十カ日人は確かになるね。何を探すのか昼間会った時聞いた村の衆も多いが、娘の言葉ではからくれわからないから。そりゃそうだろう。だが親はあるだろう。その親がね、記者王女を遂げちゃったのさ。もう5年になる。ああ。そして今は 村長さんが引き取って育てている。年頃にもなってきて、姿じゃ村一だろうよ。おお、村一どころか、日本一かもしれないぜ。嫌だよ。お前少し惚れたのじゃないか姿には誰でも惚れるだろう。みんな惚れるよ。が、娘は口が聞けなくて幸いだよ。 口が聞けたら、どんな目に合ってるか知りやしない。甲府はだいぶん酔いが回ってきた。いいな。女将さん世話してくれないか馬鹿なこと言うものじゃないよ。そんなに終身じゃ危ないから話すが、あの娘には付き物がしてるよ。付き物 甲府は赤くなった水岩を上げて女将を見つめたお稲荷さんの狐がちゃんとついてるのさ狐、ね、うまくやってやがるな甲府は何を思ったかひょろひょろと立ち上がって丼から金をつかみ出して女将に渡したほら帰るぜまた明日の晩来る甲府は 居酒屋を出た2娘はその夜もまた長い袖からちょを下げて並木を歩いていたちょの分かりで目の前に見える小石を拾っては捨てているひょろひょろとした足取りで線路甲府は並木道に差し掛かった 花歌が喉から飛び出してくる。並木の中ほどまで根を伸ばしたニレの木に足を取られて、甲府が倒れかかる。ああ危ねえ。甲府はこう言って足を踏みしめて、行き先を見つめた。一丁ほど先に、ちょの明かりが見えた。嫌がるな。畜生、今夜こそ。 甲府は唾を飲み込んだ彼の目にスラッとした娘の姿が三尺の近さに近づいた彼は危うく娘に話しかけようとして目を見張ったその時には娘の姿は闇に飲まれてただ一丁の遠さにちょの明かりが動いていた甲府は立ち止まって後ろを振り向いた闇の並木が続いて その先にただ一つほんのりと居酒屋の明かりが漏れていた彼は下なめずりをして道を急ぎ出した彼の足はもうひょろつかなかった彼は餌に急ぐ猛獣の目を見開いて急いでいた並木道はまっすぐに続いていた甲府はひた走りに急いだ提灯の明かりが二三十軒に近くなった時 彼はもう駆け出したた。くなった彼の喉は干からびていたその時あかりは突然非常な速度で動き出したそして甲府の立ち止まる間もなく彼のそばを過ぎた甲府はあかりに向かって両手を広げたあかりはパタリと彼の前に止まったおっ その声はは娘ではなかった驚いた甲府の動向が強度に広げられてそこには巡査が一人カンテラを下げて立っていたなんだ貴様は巡査の右手は体験の束にかかっていた甲府は倒れんばかりに驚いた甲府の両手はすでに巡査に握られていた 旦那旦那わしは何にもしやしません黙れ貴様旦那さては巡査はカンタラをコーの顔に突きつけた。旦那わしは待て巡査は素早く甲府の手に縄をかけてしまった。甲府は突然の出来事に舌もこわばって何も言えなくなってしまった。 さあ歩け巡査は靴で甲府の膝を蹴って元来た方角に甲府を引き立てた甲府は失神した人のように巡査の前を歩いていた誰見ろよく見ろ巡査は甲府の手の縄を引いた甲府は後ろから引かれて足を止めるしかなかった巡査は前に回って カンテラで並木の下を照らした。見ろ覚えなあろう甲府は巡査のカンテラの下を見た。そこには美しい娘が仰向けに打ち倒れていた。貴様だろう貴様がやったのだろう巡査は甲府の手の縄を引きつけながらまた怒鳴った。甲府は 初めてそこに倒れている姿を見た。その姿は、たった今彼が心に描いた娘の死体であった。どうだ、貴様だろい,いえ巡査はまた畳みかけて怒鳴った。甲府はかろうじて我に返って、娘の死体を見ていった。わしは、何にも知りやしません 何知らないちゃんと見ていたぞ。何が何だか、わしゃ知りやせん。知らぬなら知らぬでいい。貴様は今どこから来た村外れの居酒屋から来たきり、何も知らない。貴様は酔っ払って、この娘にいたずらをしたのだ。そして、 殺して逃げるところを見つかったのだもう隠しても証拠が上がってるぞこれは何だ巡査はポケットから小型の札を出して甲府の前に突きつけた甲府はそれを水岸で見つめた第6区線路甲府大下幸吉と彼の名の記された身分証明書である 甲府は驚いてその札を見つめた。これは彼は自分のどんぶりの中を探そうとした。が彼の手は縄で固く結ばれていた。彼はもう一度巡査の持つ小札を見た。間違いなく彼自身の身分証明書である。彼はどうしてこの身分証明書がこの娘の死体のそばに落ちていたのかを考えたが、 酔った頭脳はただ朦朧として、無限の間を見境なかった。よし、さあ歩け巡査は彼の縄を引いて彼を引き立てた。彼はただ老狽して足を動かし出した。俺は実際、娘を今夜は何とかしようと思っていたのだ。俺は酒によって、 実際、娘を何とかした後で殺しながら、忘れてしまったのではなかろうか。そうでなくて、俺の身分札があの娘のそばに落ちているはずがない。甲府は並木道を引き立てられながら、しきりに居酒屋から出てからのことを考えていた。3 巡査んが犯人を引き立て村の発出所まで急いでいたとき、並木の二れの木の根元に死んでいた娘は、ふと息を吹き返した。闇の青葉影の深夜を起き上がった娘は、座ったまま辺りを見回した。何の物音もせぬ。娘はぼーっとして頭を垂れていた。娘は二三度腰を浮かせた。 四度目に娘の腰はしっかりと伸びた娘は「おーおおお」と声を立てて闇の並木道を歩き出した娘が一丁ほども歩いた時それは村への方向と逆の方であった頑丈な男の姿が並木の木陰からひちょうのごとく現れて口を開く暇もなく 娘の口に手ぬぐいを押し込んで背に乗せて走り去ってしまったあとはただ遠くから響く足音と娘の口から漏れるかすれた乱調子の声ばかりであったそれも10分間を過ぎぬ間に闇の並木に消えてしまった20分して村の青年団が10人ほど並木道を小村の方から 駆け足で近づいてきた。そしてその先頭には、今甲府を引き立てていった巡査が剣の音を立てながら走っていた。ここだ巡査は並木道の途中で止まった。そしてカンテラを突き出して、右手のニレの木の根元を訪ねた。そこには、何者もなかった。この辺だぞ 巡査はまたも声を出して見回した青年団員は手に手にちょを長く伸ばしてその辺りを探し回った巡査は首を傾けて考え出した並木道の左手には道祖神がぬっと立っていた確かにこの道祖神の向かい側だこのニレの木の下に違いない巡査は高いニレの木を見上げた 旦那いないじゃないか。ふん。巡査はしきりに木の根元をカンテラで照らしていた。ここだこんなに草が寝ている青年団は巡査の周囲に集まった。なるほど、ここらしい。だがどうしたのだろう誰かが担いでいったのだ。青年団は口々に言った。 巡査は首を傾けてまた考えていた。旦那、確かに死んでたのかね間違いない。俺は体に触ってみた。まだ暖かみはあったが、息はしていなかった。変だな。旦那、狐に化かされたのじゃありませんかこの頃よくこの並木には狐火が出るから。 じゅんさは憤然として言い放った。馬鹿にするな俺はそんなアホじゃないでも、死んだものが歩くだろうか。まだ言うか、馬鹿じゅんさは剣をガチャガチャさせて叱った。一同は照れてしまって、ただじゅんさを見つめていた。 4村長の家には、その夜以来、娘が見えなくなった。村長はこの村の憎まれ者で、村人は陰でいつも村長一家を呪っていた。そして、公職の村長は、娘を我がのにしているのだと噂されていた。それでなくて、 あの娘にあんな派手な風をさせておくはずはないと村人は言っていた。村長の家には稲荷が一つあった。村長のことを村人は稲荷の狐と言っていた。娘には稲荷の狐がついていると村人は言っていた。娘が万葉並木道に出ることを村人はしきりに噂していたが、村長一家の人々には 誰もこのこのとを話してやらなかった村長の家では全く娘のことを知らなかったのであるそれを突然娘の姿が見えなくなった時初めて村長は驚いたのである村へ来ている派出所の巡査は娘が殺されて並木道にいるのを知りその犯人を線路交付だと信じて警察署へ引き渡すまで村長の家には何も知らせなかった 巡査もまた村人と共に村長を憎んでいた事件は全く村人の不可解な出来事としていろいろな噂を生んだこの事件に何かの関係が当然なくてはならぬのは線路交付であった彼の身分証明書が娘の死体のそばに落ちていたことは確かであったそれは巡査の話で間違いのないことである 警察署に引かれた候補もそれは認めていた。しかし候補は全く覚えのないことであった。警察は大山並木の怪事件と称して、刑事らは事実の真相を探るために大分苦心をした。まず娘の死体を探すことを第一に努力した。しかしその努力は徒労に期した。娘の行方は全くわからなかった。 巡査の証言では娘は確かに絶命して並木に倒れていたのである殺人事件と見るよりほかなかった線路甲府の王下は殺人被告として大分取り調べを受けて居酒屋の女将の証言によってその夜酔っていたこと娘をつけ狙っていたことなどが文明になってきて嫌疑はますます深くはなったが娘の死体のその後が全く不明であるので物的証拠は ただ現場に落ちていた身分証明書だけであった。かつまた彼としては、娘をその夜何とかしようと考えて居酒屋を出たこと、並木道でちょの明かりを見て、今度こそと思ったことなどを正直に自白している。もし犯行を拡散とする考えがあるならば、こんな危険な申し立てをするはずがないと、その筋の人々も考えてきた。事件は迷宮に入ってきた。 余震判事はこのままでは到底事件の真相を知りがたきを考えたので危険千番の方法ではあったが証拠不十分と認定して故意に甲府を放免してしまった捕獲以来4ヶ月で展示図を見た甲府大下幸吉は刑務所の門から夕暮れの町を出て問題の並木道をテクテクと歩いて元住んでいた小村を刺してきた彼は前から 働かなければ懐に金があったことがなかった金を持たずに酒を飲ませてくれるのは例の居酒屋しかなかった彼はしばらくぶりに酒を下に乗せる幸福を想像しながら居酒屋の戸を開けたおかみ帰ってきたぜ声に驚いておかみは勝手から出てきてランプを灯したおや うさんじゃないか、魔、ま、法、あ。孔吉はくちゃくちゃになったピーを叩いていた。今、牢屋から出てきたんだ。一杯飲ませてくれ。飲ませなくはないが、お前さん本当に許されてきたのかい大丈夫だよ。大事、おらい人殺しなんかシェしない。狼は甲府の顔をしげしげと見た。 本当に許されて出てきたのかい私は関わり合いになるのは嫌だよ。大丈夫だよ。もう天下ごめんになったんだ。早く一杯飲ませてくれよ。そうかい本当に本当に出てきたんなら、今夜はご馳走してあげるよ。女将はいつものどぶろくをガラスのとっくりに入れて、瞳子の中にどぶりとつけた。 コウさん、今、おかんがつくからちょっとお待ち。お祝いだから、あたし、ひとっ走り行ってお豆腐を買ってきてあげるから。おお、ありがとう。コウフは、浮世に出て初めての、おみの親切ぶりに、涙の出るほど嬉しくなった。 おかみはお豆腐をどんぶりに入れて袖で隠して帰ってきた康ちゃんお待ちだ。さ今やっこにしてあげるからおかみは勝手に入っていった洗い物をする音がひとしきりしただがうさん牢屋ってつらいものだろうねああ嫌なものだよ思い出すだけでも嫌だよ だけどほら、今度出てきても、とてもお上は今までのようにはしてくれねえと思ってたんだが、涙が出ら。すまねえな。また明日から働いて酒代を持ってくるからな。まあ、五六日は飲んどいてよ。さあ、もうおかんもいいだろ。お上は買ったから、豆腐の丼を持って出てきた。 おかみの密告で村の巡査は居酒屋の戸の前に立って聞き耳を立てていた警察からの電話で幸吉が放免されることと方面後の行動を十分注意することを命ぜられていた巡査は早速出てきたのであった家の中では幸吉がおかみのお釈で飲み始めたおかみは戸の外の靴の足音を聞いて 何食わぬ顔で話し出しただけどコウさん一体どうして人殺しの嫌疑なんか受けたのだいそらがなあの晩は俺も酔っていた心の中じゃあの娘をいたずらするつもりは十分にあったんだ酔ってるからよく覚えていねえが並木を行くと向こうにちょちんが見えるんだ閉めたと思っているうちに 提灯がこっちへ飛んでくるので、逃がしちゃならないと思って大手を広げたんだ。それが、娘でなく巡査だったんだ。たったそれぎりかいそれを人殺しにされるなんて受け取れないね。本当だ。本人の俺さえ不思議でならねえ。ただ困ったのは、オラの身分札が娘の死骸のそばに落ちていたんだ。 それが何よりの証拠にされちゃったのだ。ええー、身分不だが。お前、やっぱりって知らぬ間に娘にいたずらをしたのじゃないかいそう言われると、どうも自分が怪しくなったね。ガタと表の戸が開いた。オカミは、幸吉のこの言葉で、巡査が飛び込んできたのだと思って、 ランプの下から表を見た。それは巡査でなくていつもひぐれて通る運送引きであった「女将一本頼むぜ」運送引きは馬を表に放したまま入ってきた幸吉はヒヤヒヤしながら小さくなって入ってきた男を見た幸いに知らぬ男であった幸吉は黙って ちび,りちびり酒を飲んでいた運送引きは女将のつけて出すとっくりを受け取って手酌をしながら幸吉の方を横目で見ていた女将は幸吉と話し続けて娘のことをもっと聞き出して手柄にしようと思っていた矢先に邪魔の入ったことを思って浮かぬ顔をして黙っていた突然運送引きが言い出した「女将さん 今おら変なものを見たぜ。あの並木道な、あそこをゴロゴロやってくると、途方もねえ綺麗な娘がたった一人ちょうちんをつけて落し物を探しているんだ。女将と幸吉はぞっとして顔を上げて、運送引きの口元を見つめた。運送引きは平気で語り続ける。 ひょっと、俺でさえ悪心を起こすほどの女なんだ。で、おい、姉さんと声をかけると、驚くじゃねえか。口が聞けねえのか孔吉が狼狽して聞いた。そうだ。口が聞けねえんだ。え口が聞けねえ。狼と孔吉は、 幾同音に聞き耳を立てたそうさおーって言って俺の顔を見るんだとてもすごくなったので逃げてきたよ幸吉と女将は顔を見合わせた女将はすぐに化け物が出たと感じた幸吉はたった今自分が通ってきた並木にあの娘 しかも自分が殺したという娘が出たと聞いて、唇を紫にしてわなわなと震え出した。その時また戸が開いて、巡査が入ってきた。孔吉は恐ろしさに身を縮めた。巡査は運送匹を見つめた。こら、今の話は本当か運送匹は老媒して立ち上がって頭を下げた。 ええ、本当のことで。確かだな。確かです。化け物じゃないか。さあ。運送引きはちょっと躊躇したが、すぐに言った。さあ、足は、足もあった。歩いて何か拾っていたんです。 大下幸吉俺と一緒に来い巡査は戸のあき間から往来に飛び出した幸吉はブルブル震えながらそのあとについて出た並木道は秋近く 天の川が大空に流れていた。純査は高吉の手を引きながら剣の音を立てて駆け足で急いでいた。並木道の中途まで来た時、一丁ほど先にちょの明かりが見え出した。純査は急に足を止めた。そして地を透かして先を見た。ちょは動いては止まった。本当だぞ 純紗はこう言って剣のかを握った旦那化け物じゃありませんか何ともわからんな純紗はまた歩き出した幸吉は純紗の後ろからおずおずとついていったおい俺のそばへ来い純紗も恐ろしいと見えて幸吉を待っていた二人は手を引かれながら 一歩一歩ちょに近づいたちょは落ち着いて二人に近づいてくる地上を腰を曲げてちょの明かりで何か求めている様子が見えてきた巡査は幸吉の手を急に引いて並木の根元に引き寄せ静かに足を止めて姿を見据えた女である娘である すらっと背の高い、惚れ惚れする娘姿である。孫を異ない、あの娘である。娘は人のいるのも知らずに、道のあちこちを探している。二人は息を殺して、その様子を見つめた。娘の姿が彼らの前を通って、背中を彼らに向けた瞬間である。巡査は大声を出した。 こら娘は腰を下ろして二人を見た。巡査は飛び出して娘の手を取った。娘は大きな切れのいい目を見張って巡査を見た。おー。あー。乱調子の声が娘の口から飛び出した。巡査はやや安心して娘の顔を見つめた。 どうしていたのだ殺されたのじゃないのか巡査は大声で怒鳴った。おー。あー娘はただ口を大きく広げるばかりであった。巡査は大声で笑った。孔吉は今までの恐ろしさを忘れて、娘に近づいた。生きていたか。 そうか生きてたか幸吉の口の動くのを感じたのか、娘はただ口を大きく開けて、おーと答えたのみであった。並木道の大空を、斜めに、天の川は流れている。